こんにちは。長山ですえ、こんにちは。クリスです。おっさん fm は毎週金曜日、クリスと長山が気になった。出来事やおすすめしたい。本や映画をゆるゆると紹介するポッドキャストになっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前にダイエットをしてます。っていう話をはいはい。あれはいつやった。ちょっと前ですかね。うん、その七五三のスーツを着るためにはい、はい、えー、大箱という。 え、草の粉を。<laughs> まあ、大箱ダイエット。え、芝生の味がする草の粉をですね、飲み続けて、もう1ヶ月ちょっと経って、先日、あの、七五三で、無事結果としては無事にですね、スーツ着れて。切着れたんだ。え、まあ、ギリギリでしたけどね。ギリギリ。もう、うっと。 っってやってやベルトをぐっと締めて、<laughs> で締めた、ベルトでまずギュッて締め上げたところでチャックを上げないと上がんないみたいな。切れてんのかもパツパツじゃない。ですかそうですもうそれ大丈夫ですかっていう状態でしたけども、はいえー、どうにか写真撮影も。無事に終えて。で、か結果的に痩せたのも 3, 3 5キロぐらい痩せて。あまあ、結構痩せました三点五キロ。1>, 1ヶ月ちょっとで。 うんダイエットとしては朝ごはんと晩ごはんをその大箱とあとソイプロテインをと無脂肪牛乳で混ぜ混ぜして飲んでお腹いっぱいでお昼とかは普通に食べるというふうな感じな、まあ、だから原理的には大箱のそのあれでお腹を膨らませて食べる量を減らしてるわけだから別にその大箱のなんとかに体重を減らす効果があるわけじゃない。 えー、食物繊維がすごい、まあ、食物繊維の塊なんで、まあ、お通じが良くなるって話してたと思うんですけどそれで、あの、なんていうんですかね、その、腸に溜まった分みたいなのは排泄されるから、てあの、良かったっていうのはあるかもしれないですけども、まあ、具体的になんかね、脂肪が燃焼するとか、そういう薬効とかはないです。ただ食べないっていう。お腹は仮でいっぱいになるっていう。でもよ、良かったですね。3 5キロも痩せて、ちゃんと期待通りの効果が得られたある程度、そうですね。素晴らしい、ね。 で、その後も続けてるんですか一応続けてるんですけども、あんまりこう、目標が今はないので、ちょっとそんなモチベーションは少し下がってはいるんですが、<laughs> 一応、大箱のやつを毎朝毎晩、まあ、食べ、超うまいもんでもないので。でね、そうなんですよ。逆にその大箱のそれを使った美味しい料理を開発する料理家になるっていう選択肢もあります。な,なんかね、レシピはいくつかあって、はい、あの、なんか、 何わらび餅みたいに、まあ、水を吸うんで,ではい、はい、ゼリー状になるんでわらび餅みたいにして食べてるっていうレシピあるんですけども<ー>なんかきな粉かなんかと混ぜて<ー>絶対その美味しくないと思うんですよ量が <laughs> 写真は美味しそうなんですよベースの味を知ってるけど、ねうん、写真美味しそうであこれ結構いけそうだなと思うんですけどもただあの味がこうなるって想像すると <laughs> わちょっとそれはちょっと、ねうん、なるほどなるほど あもあっ,まあかったかったで,ですけども、まあ一応そういう。良かった。多分もう僕もあのおっさん F も聞いてますっていう人から、たまにそのオフラインというか、会ったときに、うん、そういえば中山さんなんか変なダイエットしてますみたいなことをたまに聞かれてたんで、なんかしてるみたいですよみたいな,大葉たいな、<う>大箱の葉っぱみたいな、大箱の粉みたいなーーですね。なるほどねえ2回。2回買いました。2>, <laughs> 2回買った、えー。大箱大量に。 まあでもそれはもう効果をブログに書いて、ぜひアフィリエイトを並べ <laughs> いただきたいですね、それね。うん、なんで、おじさんのダイエット記事見てるの、あんまりない、まあ、あるとこにあるのかな,なおじさんはダイエットというよりか筋トレと系はなとなくあ多いけど、減量はそんなに。減量だけっていうのはあんまない,ないんじゃないですかね。まあ、筋肉をつけることによって、まあ、減らすというか、脂肪を燃焼する系のやつは見ます、ね、低糖質系とかかな、でもよく見るのは。あ、低糖質をね、抑えるやつね。うん 僕は今回カロリーを抑える方向でちょっと考えたので、うんまあまりジェンダー的なことは言いたくないですけどおじさんのそういう、ね、減量してますみたいなブログ読んで面白がれる人はそんなに多くないんじゃないかと思うんですけど、うん、あいやでもまさに自分が当事者だったら見ます<う>応援したくなる応援っていうかほら、ね、やっぱりどうしても年齢が低い人がやるダイエットって、まあ、効果が 結構出やすい。はいはい、自分の経験で。代謝とかがあれだからね、うん。で、若い子はいいよな、みたいな気持ちにちょっとなるところもあるが、うん、まあ自分と同年代だとか上の人がやってると、自分にも効果があるのかなとか、えー、共感できるところはあるかもしれない。いや僕も、たまにその、先々週ぐらいに寝込んでたんで、うん、寝込んであんまりご飯も食べれずに汗もかいたし、でもフラフラってもう2日ぐらい経ってから、体重減ってるんちゃうと思って乗ったんですけど、うん、ほぼ変わってなくて絶望しましたけどね。<laughs> こんなにエネルギー摂取しなかったのに、こんなにも減らないものかと思って。ね,ねいや、夢が、<構>夢がないと <laughs> <laughs> って思いましたね。はい。で、まあ、食品つながりじゃないんですけども、はい。この間、あの、この間っていうんですかね、まあ、味噌、うん、って、お味噌。あるじゃないですか。発酵食品の調味料。うん、あるある。栗さんちの味噌って何使ってますうちはなんか、いや、まあ何使って、え なんか、銘柄はわかんないですけど、普通になんか丸、丸米じゃないけど、その、スーパーで売ってるような味噌。ああこれ、特定に決まってるとかあるそれともなんか、その時、その時のこう気持ちでかみたいな。<laughs> その時の気分じゃないですかね。あんまりこう、決まってるのは、醤油とか他の調味料ほどないです、ね、ああ味噌はで。僕もあんまりこう、味噌を軽んじてるところがあるわけですよ。<laughs> そういう僕らには味噌をね <laughs>、はい、どれでも一緒じゃんみたいな塩分じゃんみたいなね塩分,、まあ、塩分じゃんとは思わないけど <laughs>、まあ、味噌は味噌じゃんみたいなねあるわけでちょっと前にその子供と妻が<お>あの手作り味噌の会みたいのがあってママ友がやるからって言って<お>一緒に行ってこう味噌を自分で作ってきたんですよで何ヶ月か玄関にずっと置いてあって その、たるたるというか、ちっちゃいプラスチックの容器に詰まっているんですが。うんうん、で、食べれるようになったって言って、<お>数か月前から使ってたんですけども、その味噌がめちゃめちゃうまくてですね。それは娘が作ってるからじゃないですかいや、まあ、それは多分ね、それ8割ぐらいあると思う。<laughs> 8割もあった。<laughs> 8割もあった。けども、それを差し引いても、いいえ、味噌こんなうまいのみたいな<ー>で。味噌がうまいっていうのもももちろんあるんですけども、<ー>味噌自体のコクもあるんですけども、なんか素材の味も変わるみたいな。 素材<き>その味噌汁に入れる、うん、例えばワカメだったりとか、お豆腐だったりとかの味もちょっと変わってんじゃねえのぐらいの美味しさがあって。えー、ほんで、結構毎日味噌汁味噌汁だったんですよ、えーで。もちろん子供も妻も美味しい美味しいってん、うん、みんな飲んでたんで、2、三二ヶ月ぐらいで使い切っちゃって,ゃって。そんなに多くもなかったわけでしょ。っ作ったり大きさとしては、バスケットボール1個。1> はい、ぐらいの容器入るか、それかそれと同じぐらいの容器はい、はい。まあまあかでも2ヶ月で使って結構使いますたね。そう、結構使った。だからその、炒め物とかにも、もう味噌炒めにしたりとか。もう美味しくて美味しくて。<laughs> 味噌ぐるいになって何でも味噌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 になっちゃって。そのぐらい美味しかった。そんなに美味しかったんだ。でもこれでもにまあ3ヶ月かな。3ヶ月でこれですけど、4倍必要だとバスケットボールで言うと4つぐらいの味噌必要がないと1年持たんのかって思うと。はい。 結構必要だなと思って全部そのみそっていきたかったらでも悩まさんそのみそを別に1回で1年分作んなくてもいいわけでか。あそのえ出来上がるまで何ヶ月かかるんでしたっけ何ヶ月半年ぐらいかかるのかなうんままかかる二回かなでもまあ2分の1ぐらいかかるのかはあそうかそうでその2バッグぐらいを作っては置いてってやって回していけばいいのかな まあでも、4つはしんどいです、ねうん、でも、やっぱり、っていうのと、と、やっぱ、教室でね、その先生の補助を受けてやったのも、多分すげえ<ー>かったんだと思うんですよね。た多分微妙なさじ加減というか、はいはい、微妙なその塩加減か、さじ加減というかね、工程とかっていうのも、多分お家でやるのと、やっぱり先生が教えてくれるの、た多分かなり差があるのかなと思ったんで、うん、まあそれもあったので、あの、味噌が恋しくて <laughs>。<laughs> でも、まあ、その、1年分やろうと思ったら結構な量になる、確かに、ね。うん、しかも、味噌って、匂うでしょ。 でも、そうでもなかった、その発酵中というか、玄関に置いた時に、帰るたびに、あ、味噌の匂いっていう感じではなかったですね。まあ一応、軽く密閉はしてあって。夏場に仕込みましたそう、そんな感じ。家の中の温度はまあまあ、まあまあそうですね。まあそれなりに今年も暑かったですし。それでもいけるんですか一番、てっぺんに酒かすがピーカーと詰めてあって。はいはい。それでこうなってるんですかね。それが層になってて、 それ、うん、で多分雑菌がまあ入りにくくしてんのかな。くくうん。知恵的な感じのやつ。高食品系はちょっとそれは怖いんですよね。い悪い方向に発酵するとか食中毒みたいになっちゃうのね。腐敗するう,、ね、そう,そう,そう。僕はそういうのを丁寧にメンテナンスするのが得意な人間じゃないので。 あの植物とかもそうですけどいやでも味噌も僕もこれ大丈夫なのかいって思ったんですよ置きっぱなしだと <laughs> で忘れた頃に引っ張り出してきて食べるとか言うから、うん、マジかみたいな感じだったんですけどうまかったうまかったなんで味噌は発酵食品の中ではまあ塩分、えー、多分濃度も高いっていうのもあるのでまあ作りやすいのかもしれないですねなるほど、うん、でも僕あの鹿児島に住んでた時はやっぱ田舎の方の人は基本的に味噌は作るものあるうあそうですよねなんかそうよく聞いたんですよ、うん、僕も実家にいることか やっぱり鹿児島でも,、うん、鹿児島でもそうですよ。よくもらってました。<ー>で、鹿児島から送ってきた味噌って言って、あの溶かしても、なんか、なんだっけ、豆味ちょっと残ったりする、はい、残るね。うん、で、当時はねなんだ、鹿児島にいた頃はそれ,がそればっかり食べてたから、うん、特段、それがすごくこう特別なものとは思わなかったけど、ねうん、やっぱこう、県外に出て、久しぶりに実家に帰って、ああいう同じような味食べると、うん、なんかすげえ懐かしいなってしますね。 そうなんです。ちょっとね、味噌を、ちょっとバカにしてるました。うん、味噌を全部一緒なんて言って、ちょっとごめんなさい。はい。<laughs> <laughs> えー、うん、まあいいですね。その自家製味噌ね、作るのにお金っていくらいぐらいかかるんですかそのくらいかかったんだろうな。多分まあ、その教室、お金は全然。教室代は、教室代は差し引いても。で,でもまあ大豆、大豆、うん、多分まあ、多分こだわってるから国産の大豆だから、それの大豆がどのくらいなんですかね。一キロいるのかない,いりそうだな。それを蒸して。 多分。うん、あ、もしうん。で、あと塩と麹で多分できるんで、原材料としてはしう。そんなに、その、原材料だけで考えたらね。うん。そんなに。だからどっちかというとやっぱ手間ですよね。手間で、容器もプラスチックのバケツだし。はいはい。うん。そうか。別に凝ってるものじゃない凝ったら別にないですね。その陶器がどうこうでともないので、うん、本当に。ただ、長山さんもこの自家製の食品作りに。いや、ちょっとね。徐々に足を踏み入れてきました、ね。自家製食品。なんかつ作ってますいや、うっ 家は多分ほぼなくて、<物>実家ではね、漬物とか、梅干しとか、そういうのやってましたよね。あと、なんだっけ、あの、なんか、梅酒みたいなやつ。梅酒っていうの梅酒とかシロップ。つけとか、ね、梅シロップみたいな。うんうん、ああいうやつをやってた気がしますけど。ね、やってたね、うん、実家でも。ちっちゃい頃、梅干し乾かして。そうそうそう、梅干しはなんかね、買うもんじゃなくて、なんか、作っ,って置いてあるものみたいな。うん ボールがボーンって梅干しの上にポンポンってバウンドしちゃってばあちゃんにすげは怒られる。めっちゃ怒られる、ね、<laughs> そう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 かるわかる、うん、なんならうちはの庭にドクダミが入ってたんでドクダミ茶とかは自分たちで作って乾燥させて乾燥させて、えー、庭のドクダミ作ってましたねそっかそういうのねえなーあの昔ねなんかあの東京にまだ僕は住んでる時に 実家の母親が遊びに来たんですよ、す、えー、公園で孫と遊んでたら、帰ってきたら、なんか手になんかすげえ持ってるわけ。なんかあの、つ、え、わ、ー、っていうんですかなんていうのふきつわなんかその公園に生えてる野草みたいなやつ、うん、本当ん取っちゃいけないらしいんですけど、雑草でも。それ取ってきて、これ食べられるからとかっつって、えみたいなで。それをこう、あく取りをしなきゃいけないって似たんだけど、さすがに東京の都会のね、 野草だから、めちゃめちゃアクが出まくって、なんかもう真っ黒になって,って本当に食えんのこれって言われてたけど、また美味しく食べました。なんかその、田舎の人はやっぱそう野生的なあれがね、ありますね。たまに僕、うちの実家の方でも河原でなんか草、草、よもぎかなんか取れるとか、この辺を取れるんだとか言って、やってます。取ってたりとかして。面白い。あの、僕の方はですね、はい。あの、ま、これちょっと、あの、PTA の活動私してるという話を、 はい、PTA なんですよ。うん、PTA なんですよ。PTA なんですよ。おかしいです。PTA の役員を3年目なんですけど。すごい、もうなん、もうリーダーシップい,いやいやリーダーシップい、リーダーシップじゃないですリーダーシップじゃないですこれはお手伝いでやってるんですけど、で、それの、なんかあの、ママさんバレーの、ママさんバレーってありますね。ありますね。PTA バレーってあるんですよ、うんで。各小学校にそういうバレーボールチームがあって、うん、うちのその地区の10 10校ぐらいが集まって、1日かけてリーグ戦とトーナメントをするみたいな、10校バレーボール。大人がやる大人のバレーボールだからです。PTA バレーのお手伝いをね、当番校っていうのがあって、やっぱそれは場所取って、式ってやるの大変だから、10校で回していくんですけど、今年うちの学校が当番校だったんですよね。じゃあ、主催というか、自分のチームをやるわけですね。じゃあ、次のチーム、ここですよ。で、当然、開会式もやるわけですよ。 ひょ,ひ,ょうひょうとしてるんでじゃあクリスさん開会式の司会お願いしますって。あのはいですよっ,つって。別にあの,こあの、そこでね、なんか、言いようでもこともなく、はいですっ,って。<laughs> <laughs> で、開会式したんです、ええ、そのまあいいんですよ、その。で、えー、なんか当日バタバタしてて、あまりリハーサルもちゃんとせずにやっていたので、うん、バタバタしてやってたんですけど、こう。 じゃあ次はなんとかです。あの校長先生の挨拶で、うん、次は何とかですって言って、こう、順々にやるじゃないですか。うん、で、続きまして、えー、選手先生を、どこどこ、小学校のなんとかさんお願いしますって言ったら、はいって言って、まあ、前に来るんですけど、選手先生って、普通ですよ。なんか、あの、偉い人の前でやりませんああ。 まあ、運動会やったら校長先生とか立っていて、うん、その下に来て手をこう上げたりとかしてややその朝礼台に立ってる校長先生の前でやるみたいなのがまあ小学校のやつバレーボールの大会なんで別にその朝礼台もないので別にその体育館の中だったんですけど、うん、なぜか、まあ、前に偉い誰もいなかったんでその人僕の前に僕に向かって先生てやり始めたんですけどなんかすげえ僕もう途中で気が付いてあれなんか なんで僕の前でやってんだろうな、みたいな。で、居心地が悪くなって、ちょっとこう、ずれた。横にちょっとずれるんですけど、はい、なんかその人も微妙にこう、目線をこっちに合わせてくるから、<laughs> やっぱ僕に向かってやってんのかな、みたいな。で、しかもその方が、やっぱその先生、緊張するんで、すごい思い出し思い出しなんですよね。先生、えー、私たちは、えー、って、その思い出す時に、なぜか僕の顔をガン見するんです、はい <laughs> でなんかすごい異常な緊張感が僕の中にこう生まれまして、な,なんかその、やべえ、ちゃんとリハーサルやっとくべきだったな、みたいな。<laughs> ね。先生だから、クリスさんに誓ってた。僕に誓ってたんですよね。なんかわかんないですけど。スポーツマンシップ、うん、で、これ、ね、これ多分僕だけがおかしいのかなと思って、なんかもうみんなね、バレーボールに夢中だから、うん、もう早く終わんねえかなと思ってるんだろうなと思ってたら、やっぱ案の定ね、その、大会が終わった後、その参加してたお母さんから、なんか、クリスさんの前で先生してましたね。<laughs> あれなんかすごいおかしくてちょっと笑いそうになりましたっていう感じ。ちょっとね、これは引き継ぎ事項として、ちょっと、その前にだから、いるんです前に立って、みんなの方向いてやるくらいがよかったとか、向こう向かってやるとか、あとその前に別の学校の PTA 会長が挨拶して、その方に残っててもらって、そこにやるみたいな。 いや、俺じゃないだろう、みたいな。しかも僕の完全に気合抜けて、そのジャージとかで言ってるんですよ。急にスポットが当たって,きて。急にスポットライダー当たって、すごい困りましたねっていう、はい、しょうもない話。先,でもせ先生っていうことを誓ってるわけですよね。誓ってますよ。その人に、その人に誓うと その学校で言ったら校長先生に対して、主催を立てる、ね、主催,主催者に対して誓う、して誓う我々がこういう態度でやりますよ、うん、ということをだから逆に言うと、だから選手の側を見てやるのもちょっと変な話すよね。我々選手一同はスポーツマンシップにのっとりみたいな、僕、だからその話で聞け途中で気がついたんですけど、そのあれっていうのに、うん、最初、こうぼーっとしてるから前に来て、先生、 えー、わ私たちはスポーツマンシップに乗っ取るっていうのを聞きながら、いや、こういうの昔スポーツマンヒップにもっこりかいって言ってたよなって、<laughs> <laughs> ぼんやり考えながら、ニヤニヤして聞いてたから <laughs> は、はっと思って、おかしい、このシチュエーションおかしいと思って、客観的に今カメラが急にキュイーンって引いたら、なんか今おかしいぞ、これみたいになったっていう、っていう話ではい、はい、でもう一個ね、きょうは、これも皆さん、も SNS でガンガン話をしてるんで、あんまりその、 珍しい話でもないんですけど、最近ゲームをね、ゲーム、面白いゲームをいっぱい立て続けに出まして、ポケモンポポケケモモンンとか、ベルソナ5ロイヤルとか出たんですけど、その中にメタルギアシリーズの小島秀夫監督のデスストランディングっていうゲームが出てストデススト、デスストデスストの人たち全員やってますね。やってるでしょう。このゲーム、どんなゲームかは、あの なんていうことだけは知ってます <laughs> そうなんですよ、ええまあ。小島さん得意な世界観ちょっと近未来的な世界観でもう荒廃してるんですよね。で物流が途絶えてるというか。うん、っていう中で,そので人たちが孤立してるわけですよ拠点ごとに。でそこでそのポーターっていう物運ぶ人が背中に荷物を背負って。 もう拠点間をこう物を運んでつなぐことで人と人との絆をつなげていくみたいなウーバーイーツみたいなウーバーイーツですよもう本当にウーバーイーツなんですよ <laughs> びっくりしましたよ僕ゲームやっててね、あのー、ちょっと今中盤まで進んできたんですけど最初はなんかそのなんか機材を運べとかうん、うん、なんかちょっと重たいものを運べみたいなことを言われるわけですよでなんかその背中に背負える重量も100キロ1 0 0キロまでとか決まってて超えるとなんかちょっと体力が減るとか動けないとかなるんですけどでそうやってこう順調にやってたら その依頼が増えてくるんですよねこ,こいつはすごい運び人だからどんどんこう依頼が増えてくるんですよおおと思って見てたらえ何、ー、とか基地に熱々のピザを届けてくれみたいな至急みたいな <laughs> これお礼 <laughs> と思ってそのいよいよなんかウーバーイーツのあれになってくんじゃんみたいな感じになってそれもしかも至急ってついてるから実時間の30分以内にそこまで運ばなきゃいけない,いな,なるほど「至急」ううルールの「 ゲームがあっるえっ、ー、と思って、まあ、受けてみようと思って受けたらそのゲームの世界観で基本的に物を運ぶときにアタッシュケースとかそういうの入れるんですけどうん、うん、アタッシュケースなんてこう持つじゃないですか縦,縦に持つじゃないですかで背中にも縦出,出しするんですけどピザはあのこれは横にして運ぶようにみたいなそう縦にすると具が寄ってしまうからみ <laughs> い、はい、<laughs> 細けえと思って<ー>っていう、まあ、ミニゲームもあったりしましてでなんかね面白いですよすごく。その えでもその話だけ聞くと、そうなんですよ,、ねですよね、中山さん、このゲームね、うん、あの難しいところがやってて面白いんですけど、うん、この面白さを人に伝えるのがほぼ無理なんです <laughs> 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 そうなんですよね。ねタイムラインとか見てて、わ、はい、ー、キャーって面白いってなってるけど、うん、でも、物運んでるだけやんみたいな気持ちがずっとあって、そうなんです、うん、あの別に人を殺したりもしないですね。 多少の戦闘はありますけど、ねうん、なんか別に殺,殺しちゃいけないっていう、そもそも世界観なんですよ。だからなんか、小島秀夫さんの,あのメタルギアみたいにヘッドショットするぞとか、うん、ああいうのもなくて、く普通に淡々と、まあ、何か逃げたりしますけど、あのー、荒野をね、荒野じゃないですか、しかも。荒野ですよ。うん、これがなんかそのスパイダーマンみたいにね、キュウリシュワーンって言って、こう物を運ぶっていうんだったら、またその面白さわかるんですよ。かるね、荒野ですよ。荒野なんですけど、 あのネットにつなげてゲームすると、すごくね、いいネットの体験ができるんですこれはね、すごいですよ。ここがすごいと思った、人<う>島秀夫の。ここがすごい。ここがすごい。ごめん、もうこれはもうみんな言ってるから、別に僕がすごいって,って、<laughs> はい、みんな言ってるんだけど、うん、ソーシャルにつながってると、ネットにつながってると、例えばその、同じフィールドがあるわけですよね。で、崖があったりするわけですよ。で、ここの,この崖を越えていったら近いんだけど回りか、回らなきゃいけないかなと思ったりするわけです。うんうん、そうすると 誰かがそこにはしごを立てかけてる。実際にゲームの中で、このはしごってアイテムがあるんですけど、えー、はしごを立てかけて使うと、そこに自分が置いたぞっていう情報が、誰かのゲームにリンクされるんですよ。えー、そのユーザー名が出てて、その。知ってる人知ってる人とか。知らない人知らない人。で、あ、なんかあると思って。で、いいねが押せるんですよ。いいねいいねっ,つって。で、いいねが押されると、その自分の画面に、何度かさんがあったのあれに、いいねを押しましたとか。 あなたが作った国道を走りましたみたいなのが、画面上にちっちゃい文字、ピピって出てくるでなるほどでなんか承認欲求がそうそうこの、この短時間で16人から何百いいねされましたみたいな、その、出てくるんですよね。だからその緩いつながり、で基本的にその承認しかされない、まあそうですよね、お前のつけた橋はクソだみたいなレビ、なで全然ないあの、使わなかったら、もういいねが押されないだけなんで。うん いいいねねが押された情情報報だけしかないってことですよ、ね、そ,うそ,うそうするとなん,かあなんか人のためにやってあげたくなるなみたいなそういう欲求が出てくるわけですよね。<ー>でそのここにロープを垂らしてほしいっていうマークも看板も立てられるんですよ。あ欲求要求もできるんですねそう。自分がなんか持ってないからここにあると便利かな、うん、橋があると便利かなみたいなやつをこう立てておくと。 別のユーザーのところにその看板が出てきててでもユーザーがその同じフィールドにいるってことはなくてない、ね、ものだけがこうまあ,ある日出現してるみたいな感じです。その情報だけが一部がリンクしていくっていうしかも全世界じゃないですもんね全世界そのある程度そのセグメントされてるってことですよね、うん、そうそうそうそれがすごい面白いなと思って<ー>なんかその設計いいなと思ったんですよねで薄い、うん つながり薄いつながりなんだけど、なんか人とつながってる感じが、でこのデス・ストランニングっていうゲームは、そもそもそのつながりを設計したゲームらしいんで、そこはすごく良かったですね。なの、はい、<ー>で、あの、おもさをでは、ね、やってみないゃ本当に、ね、物を運んでるだけなんですよ。で、僕もやりながらで、気がつけばもう1時間とか経っちゃうんで、1時間、2時間、パッと経っちゃうんですよね、面白くて。 でもなんかあれでもこの1時間、2時間で俺やったことでなんか今、俺ひたすらこの3拠点の間で荷物を運び続けてる。途中でなんか車とかも出てくるんですけど、なんか車とかも出てきて、で道端にいっぱい物が落ちてるんですよ、落とし物として、うん。でこれはどこどこ拠点のあいつに届けろとかあるんですけど、やってることこれ、なんか運送業者と変わんねえないな。車でブーンって移動して、あ、なんか荷物あると思ったら降りて、パパーって走っていって、荷物を背中に積んで、車に戻っていって、車に詰め込んでみたいな <laughs>。<その S 2> アマゾンデリバリープロバイダーシミュレーター。いやもうねでもその人から感謝される喜びみたいなのがねで拠点に物を運ぶとその拠点の信頼度ってあるんですよ。うんうん、で物を運び続けてると信頼度が上がっていってなんか感謝されてできることが増えていくんですよね。でなんかそのストーリー進めずになんとなくここの拠点の人の信頼度を得たいと思ったらその人の依頼を一生懸命こなしていくみたいなことをやってて、うん、なかなか先に進まないみたいな。はあ っていうやつでした <laughs>、はい。とか言ってたら結構いい時間になってくるからね,ね。はい。はい。ということで、ねあの、デスオストランニング、面白いゲームなんで、うん、あのぜひ機会があればやってみてくださ面白さ伝わったでしょうか伝わってないと思うけどね、これね。<laughs> <laughs> やってみる。あ、まプレイ動画とか見たら、面白さわかるかな。多少。 わかるかもしれないですね。うん、ちょっと見てみよう。あ,あとみ、何人かでやると結構面白いです。うち、なんか子供が横にいて、うん、なんか、やいのやいの言われながらやると、それはそれで面白いですあ,な、ね、あそこになんか落ちてるぞとか、あ<ー>あ、ああ、つって。はい。というところで、はいはい、今週はこのあたりにしときましょうかね。はい。あの、引き続き、感想等々お待ちしておりますので、はい、えー、ぜひ、お問い合わせ、はいお、お便りフォーム。お便りフォームとか、ツイッターで。はい お便りください。よろしくお願いします。はい、では、えー、今週のスタッファのこの辺りということで、また来週お会いしましょう。さようならさよなら。